皆さんこんにちは、星野写真家タイムラプスクリエイターの成沢博之と申します。どうもどうも。今日はいつもよりワイドめに撮ってますね。まあこいつがね入らないからさ今日は珍しくですね、この天体望遠鏡のレビューをしたいと思います。星空ってこう、それこそ星の数ほどね見るものがありますから、どこに何があるのか、何を見ればいいのかわからないと。今ってこうスマートフォンでね製図アプリとかあるけど、見ようとしているものの対象の大きさとかね、姿形とかが分かんないから、見ててもそれが実際自分が見たいものかどうかって分かんないんですよね。でそんな悩みをですね解決するのがこのセレストロンのスターセンスエクスプローラーっていうシリーズです。これですねめちゃめちゃすごい機能があって、この天体望遠鏡の使い方を覚えれば、大体の人がですね星を十分に楽しめられると思いますので、今日の動画は子供が天体望遠鏡欲しいって言ってたなっていう風に考えてるお父さんお母さん、それから子供と、星空一緒に楽しんでちょっとおうち時間充実させたいなっていうお父さんお母さん、昔天体望遠鏡やってたんだけどちょっと目が悪くなって、星をこうね、入れる天体望遠鏡で操作するのもなかなか億劫になってきたんだよなって、星空の楽しむことを、諦めかけているご年配の方、そんな方に見てほしい動画です。だいたいこうやって見ると大きさが伝わるかな。はい、このセレストロンというメーカーについてご存知じゃない方も多いと思うので、ご紹介するとですね、アメリカの天体望遠鏡メーカーですね。割と老舗の天体望遠鏡メーカーで、世界で言うと、トップ3に入るっていうイメージですかね。こういうスターセンスエクスプローラー、今日紹介する商品のシステムを作ったりとかで、老舗とは言ってもですね、常にこう新しいものを生み出し続けているイメージの会社です。で今はですね、このセレストロンを扱っているのが日本国内の天体望遠鏡メーカーのビクセンなんですね。商品的にはすごく、安定のあるものが今は供給されているっていうイメージですかね。でですね、いつもだとなんか使い方とか説明するんですけど、あのビクセンの YouTube チャンネルにこのスターセンスエクスプローラーの使い方動画が載ってるんですけど、それがねめちゃめちゃ分かりやすいんですよ。だから使い方は基本的にはそっちの方で見ていただくとして、この天体望遠鏡がどういう商品なのかっていうことだけお伝えしたいと思います。まあ、一般的なこう外観の天体望遠鏡ですよね。ただ違うのがここですよ。ここはですね、なんかおかしなことになってますね。でここベローンって向けると、はい、わかりますかね、これ鏡がついてるんですね。でこれ何をするかというとですね、デン、スマートフォンですよ。スマートフォンをここに装着するとはい、そうするとこっちから見た時にね、ほら鏡にからこうスマホのレンズ見えます？これね、調整できるんですよ、こうやって。スマホの位置を調整できるんですよ。スターセンスエクスプローラーのアプリがあるんですよ、アプリ。で、これを起動すると。まあ、そうするとですね、わかります？この望遠鏡の向いてる向きに従って、このスマートフォンが動くん。スマートフォンの中の製図が動くんですね。で、こういう商品って今までもあったんですけども、このスターセンスエクスプローラーの違うところはこの鏡なんですよ。今までのやつは天体望遠鏡の向けた向きをこのスマートフォンのセンサーが感知をして、あ、だいたいこの辺見てるんでしょうっていうふうにやるのが今までのやり方だったんですよ。つまり実際合ってるかどうかわからないわけですよね。 iPhone はそこそこ精度いいですけど、 Android 携帯とかになると、その方位センサーとか GPS とかね、そういうやつのその性能ってまちまちだから、実際向けてるのに全然違う方向見てたりとかっていう風になってたわけですよね。
で、そういうのなしに、肉眼でこう見ようとすると、冒頭に説明した通り、どこ見てるか分かんないと、何を見てるのか分かんないし、そもそも見えてるのかどうか、私の見たかったものはこれなんですかっていう状態になっちゃうんですね。だから結構根気強く習得していかないと、天体望遠鏡で星を楽しむっていうのは、まあ、月はいいけどさ、土星とか木星だって、土星とか木星だって形わかるけど、実際肉眼で見たらどんな形してるかってわかんないじゃないですか。だからそこは苦労してたんですけど、このスターセンスエクスプローラーが違うのはまさにこの鏡なんですよ。この鏡に映った光をスマホのレンズがキャッチしてるんです。この実際このスマートフォンのレンズに映った星を認識して、あなた今この辺見てますよねっていう風に製図を合わせてくれるんですよ。だからこのスマートフォンで見えてるところと実際望遠鏡を覗くところっていうのは基本的に一致するんですね。この機能ですね、すごく画期的で、ちょっと天体写真の話になりますけど、天体写真を撮影するときに似たような機能があるんですよ。プレートソルビングっていうふうに言われる機能です。要はこの端末、コントローラーなりパソコンソフトなりに入っている情報、この製図の情報ですねと実際に見えているカメラの映像を解析して位置合わせをする。で、あなたこの辺今見てますよっていう風に位置合わせをして教えてくれるっていう、それがプレートソルビングっていう機能なんですよ。それと同じことがこの入門機でスマートフォンでできるっていうね、これはね本当すごいですよ。最初見たとやった時ね、マジで感動したんですよ。所沢のね、航空公園っていうそこそこ明るいところがあるんですけども、そこでこれを使った時に、まあ、低い位置にある星を入れましたと、こうやって入れましたと、おお合ってる合ってるまではいいんですよ、まではいいんですよね。でね、その後ね、反対側をこう見たんですよ。反対側見たらバッチリ合ったんだよね。これね、すごいことですよ。こう正反対のところを見てバッチリ合うっていうのはめちゃめちゃすごいんですよ。使い方はですね、まあ、初期設定ある程度必要ですけども、それを、初期設定したらスターセンスエクスプローラーのこのアプリの中に、結構な量の、ね、天体情報があるんですよ。でこれを天体を選んで、そしたらまあこうやってね、あなたが見ようとしているのはどんな天体ですというような説明があって、そうするとこう出てくるので、このスマートフォンの指示に従って動かすだけです。で面白いのがね、この見たい被写体に近づいていくと、どんどんね、この製図がアップになっていくんですよ。アップになっていって見たいものがこう中心に入ると、ティローンってこう緑色に、表示が変わるんですけども、通常この天体望遠鏡には2つ接眼レンズっていってね、倍率が変えられるやつがついてるんですよ。惑星を見るための倍率の高いやつと、まあ、月とか見る倍率の低いやつがあるんですけど、その倍率の低い方で見れば、まあ、ほぼ中心にもう入ってるような状態だったんですね。でそこから、実際、まあ、こことこのスマートフォンで見てるってことは、まあ、若干差があるので、中心に追い込んで接眼レンズを高い倍率のやつに変えて、おーって見るっていうような観測の仕方になるんですけども、まあね、本当にこれはね、もう革命的です。今まで天体望遠鏡を使ってて挫折した経験のある方はですね、本当にこれ使ってほしい。もう一回チャレンジしてみてください。でこのスターセンスエクスプローラーがだいたい3万円ぐらいですね。でこの上に DX っていうタイプ、デラックス版があります。それが5万円ぐらいなのかな。で違いはこのスマートフォンドックがね、 LT の方はこの天体望遠鏡に直接ついてるんですけど、 DX の方はこっちのね、三脚架材の方についてるんですよ。だから、これだけでもう終わるって人はこれでいいですし、ゆくゆくはね、天体望遠鏡を付け替えてちょっと、違うものを見てみたいと、もっと良くしていきたいっていう人は DX 版を買った方がいいです。あとは LT の方は非常に軽くて、これお子様でも持てる重さです。 DX の方はちょっと重たいので、お父さんお母さんと一緒に使うっていう感じかな。これどの辺まで見えるんですか、使えるんですか、その空の暗さ的にね、
基本的な考え方としては、この鏡に星が映って、このスマートフォンに星がこうキャッチできるような場所でやれば OK なんですよ。あの街灯とかがこう横から入ってきたりするとね、やっぱ難しいみたいです。私が試したその所沢の航空公園っていうところは、まあ街灯はそれなりにあるところなんですけども、基本的にこう上の方をね向けて、横から光が入らないようなところで作業をしたら問題なくできました。実際星が本当に見えるような、よく見えるような暗いところに行くともうバッチリです。この天体望遠鏡を使って、星を見るっていう行為が結構ゲーム感覚ですね。このアプリの中に入っているこのデータをもとにもう片っ端から見ていけるわけですよ。これ見たいな、こうやってやって、あ、こんなもんか、じゃあ次見よう、おお、これ結構すごいなみたいなね、そういうことをどん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 次から次へと星空探訪というかね、できるんですよ。すごく楽しい。だからお子様も喜ぶんじゃないかなと思います。あの天文リフレクションズさんの動画でこの実際スターセンスエクスプローラーを操作している画面をですね動画にしてたりとか、あと天竜さんが結構ね充実した記事を、書いてます。それも概要欄に貼っておきます。それから、この天体望遠鏡の使い方動画がですね、すごく丁寧に説明されているビクセンの YouTube チャンネルの動画もですね、概要欄に貼っておきますので、ぜひこの後見てってください。はい、それでは今日はここまでになります。また次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。したっけねー、したっけ。